あのいわゆる指導要領を飛び越えてくるのが多いっていう、うん、これはどう考えたって高校の英語の先生に教えられないじゃんっていう、何を言ってるのかわからないと敗北感だけが続く。早稲田の理工のやつも解いてもらいましたもんね、うん、あとは近畿大の医学部とかですね、ふざけた普通さんにですね、ぜひ挑戦してもらいたい入試問題を募集したいと思います、うん、あれ受けてみたらどうですか、英単語検定。ハローでは始まりました。ハローでー、はい、もう久しぶりに菊池先生にですね、はい、まあ、ミンチャンネルの方で久しぶりにおいでいただきまして、いやー久しぶりですが、なんとですね、菊池さん英語講師として働き始めまして、またですね、はい、よかったんですが、ありがとうございます。最近ですね、そう、大学入試の問題を解いた感想があるということなんですけど、あれですよね、富山大、僕がそうなんです、最近あの武田塾チャンネルに出てましてですね、まあ、一応別人格として出てるんですけど、その時にですね、やっぱ医学部結構担当してるので今、医学部のをいっぱい解かなきゃいけない、あとはちょうど良かったのはあの医学部、あの上田さんの、ね、菊池さんの紹介でここにやってきた上田さん、まさか塾を作ってしまうとは。でそこのコンサルもやってるので、やっぱ医学部英語知らなきゃいけないので、医学部の問題いっぱい解いてるんですよ、もう毎日というように。そうするとですね、やっぱね、医学部って特徴がすごいんですね、もう全然違って、もうその大学によって問題の特徴がバラバラで、それは伝統的なもんなんですか。あのいわゆる指導要領を飛び越えてくるのが多いっていうのがやっぱ医学部なんですね、これ昔からで。だってザラザラっと見ただけで、これはどう考えたって高校の英語の先生に教えられないじゃんっていうね、どうやって勉強しろっていうのよっていう。そうなんですよ、で、そうです、まあ普段ね、トイック満点、まあ、トイック最近開催されてないですけど、トイック満点93回、そしてタイムをですね、必ずあのめっちゃ難しいだし、タイムを毎週めっちゃ難しくはないまあ受験生にとってはかなりね。菊池さんは、まあ、難しい単語だったらジェイミーよりも知ってますんで、うちのチャンネルに出てるイギリス人、難しい単語だったら大丈夫、多分菊池さんの方が知ってると思うんですけど、その菊池さんにですね、ぜひ挑戦してもらいたい、入試問題を募集したいと思います、うん、コメント欄にですね、はい、何大学、はい、何学部何年の問題とかですね、うん、言ったら私が調べて、あの手に入らないのはやめてくださいね、はい、手に入るやつでお願いします。それしたら調べて、まあ、あとデータベースあるんで、僕も結構手に入るので、それを実践にですね、実際見てもらって、その感想をもらうっていうのをね、ぜひやりたいかなと思ってます、それは楽しみですね、みんなそれをやってもらえればいいんじゃないかなと思いますね、そうですね、入試問題には、まあ、わかんないですもんね、そのね、どうなんですかね、入試問題やったらどういう風になるか、どうなんだろう、まあ、早稲田の理工とか富山大、近畿大医学部とか他にもありますよね、結構医学部系はやっぱりここは難しいですっていうのはコメント結構来たりするんですよね、で総計だったら、まあ SFC、 あ、だから SFC だったらこの年のこれやってほしいとかですね、なんか慶応の法学部がめっちゃむずいと勘違いしてる人がすごく多くてですね、はい、慶応の法学部も難しかったことがあるだけです、はい、なんでその難しかったこの年のやつとかってですね、ぜひ言ってください、早稲田の法学部のこことか、そういう読解をですね、ちょっと怖いな、手回しも出なかったでもまあそれはそれで面白いかなと。そうだね、普通にもう全然皆さんが見てる次元と別次元の、ね、単語力なので、実際やってみた、それでね、実際まあ富山大が難かったと、うん、国立大学なのにえらい難しいと今年の問題で、菊池さんもやってみた、はい、あのタフトセルのやつですね、はいはい、どうでした感想は。単語は基本知らないのがなかったんだけど、はい、で難しい単語は解説してくれてるんだけど、それは必要なかった、はい、だけど何を言ってるのか分からないっていうですね、本当に全く分からないわけじゃない、はい、体はね、あの本当のあらすじは分かるんだけど、はい、肝心のタフトセルがどうやって免疫を機能を促進させるかっていうところが、はい、なんか肝心なところをが読む人のもうすでに知識を持ってるっていうのを当てにして書いてるから、ね、みたいな気がして、はい、何が書いてるか分かんないんで、唯一も自信持って答えられたのは語順をいろいろ順正常問題ですね、国正常、それはもう何も簡単でできるんだけど、はい、それ以外の問題はもうほぼどんなに難しくても何でも
論文全体の意味を取って、で段落でこういうことが言われてる、それぞれの段落でこういうことが言われてるって分かればほぼ点数が落とさない、どんなもんでもね、はい、でその段落の一番中心のその1回目の実験のその中身が何言ってるのか分からないっていう、あれだいぶ専門的でしたね。一通り読んで、うん、1エリアなんでここにこんな話が書いてあるのかなって思ったとこがあって、その後でタフトセルのそのウィキペディア読んだんですよ、そしたら意味が分かりました、なんでここにこういうことが書いてあるのか、いや背景知識あそこ背景知識入れないと分かんないじゃん。最近コロナでいろいろ英語の YouTube とか見てって、はい、それの中のつながりかな、それに近いビデオは見た記憶があるんですよ、はい、でタフトっていうのもフサじゃないですか、はい、ポニョポニョって、うん、僕が一番最初に思い出すのは子供の自転車のあのハンドルの脇に出てるの、はい、あすごい綺麗な、はい、あんなのが細胞の腸なら腸の内面から、はい、もう本当に見えないんだけど、うん、食感を出すかテンタクルみたいな感じで、はい、なんかやばいものねえかって探してる感じは、うん、全く素人の非常に曖昧なイメージですけど、うん、それぐらいのイメージはあったんです、タフトセルって。なるほど。でも実際にそれがどう働いてるかっていうのはやっぱり、もうやっぱマニアックすぎるから、うん、ちょっと上田さんに解説動画出してくれって僕頼んで、ね、やってもらいましたけど、そうです。あれがね、その味を感じる下のとこにいっぱいいるみたいなね、話だったんですよね、でもテイストバッツと、そうそうそう、そこの非常に構造が似てるとかっていう、そういう周辺的なのは分かるんです。その実際の化学反応っていうかね、病原体の何にどう反応するっていうところが、肝心なところが分かんないんで、敗北感だけがするんですよ。本当にね、難しいですよ、そしてそうですね、前に、すごい風が、それで前にあれもやってもらいましたもんね、早稲田の理工のやつも解いてもらいましたもんね、あれもはぁっていう、ああいうのやってた多分高校まででは無理だし、浪人して3年とか2年とかやればできなくはないだろうけど、数学とか物理とかは一切や時間なくなくなっちゃうような気がするんだけどでも内容分かんなくても解けるみたいな感じで、だ富山大もまあ完全には分かんなくても解けるようにしたんだと思うんですけど、それでもちょっと特に早稲田の理工の方は まだ選択なんでね、できたかもしれないですけど、富山大の方は記述なんで理解できてないともう無理なんで、ちょっと無茶だなっていう、受験参入のことは全く知らないんですけど、富山大学っていう一つの国立大学が何の考えもなく気まぐれで、ちょっと難しくしてみようかって言ってああいうことをするはずがないので、あとは近畿大の医学部とかですね、ふざけたふざけた全然もう指導要領無視も程があるだろうっていうことをやってくるんで、だからちょっとね、菊池さんにいろんな問題解いてもらって感想を言ってもらえれば面白いかなと思うんで、ぜひ皆さんですね、ちょっと募集します。受験に関するのは全く何も知らないんで、ただタイムとかエコノミストとかに出てくるやっぱりそれなりに生物学的なとか、特にコロナの先週ほどでもあったけど、新しい薬が効くとか効かないとかっていう記事は 100% 分かるんですよ。でそういう大人がチャレンジしてどれぐらいできるのかっていうのは、富山大学はもう本当に手も足も出なかったです。あと思うのが、あれ受けてみたらですか、英単語検定、まあ、そんなのあるんですか、ね、はい、なんか英単語検定1級、とかウェブリオがどうとかこうとかって昔ツイッターやってた時に、フォロワー同士でそういう話があったんですけど、基本的に、このアルクの、こいつですね、この SBL っていうスタンダードボキャブラリーリストの12000っていうのがあるんですけど、これが分かってれば解けます、全部。あ、そうなんだ。全問入ってます。その、怒られるかな、英単語検定ですね。英単語検定1級の中にはこの単語が、出てくるのはこれ、これなんで、この中に全部載ってるんで、ただあの訳語が違ったりします、ここに載ってる訳とは別の訳語で出てきたりとかするので、一番最後の方が難しいんですかね。そうですね、最後のやつがまた一番のハイレベルです。これちょうどツイッターでルパン三世のセリフで、ゾーベランですね、はい、ルパン三世がとんでもないものを盗んでいきやがった、あなたの心ですっていうのを、カリオストロの証拠ですね、ヒッソメアナダネクゾーベランティングとか、そういうのでちょっとツイッターで使わせていただきましたけど、方眼やおしまいの方は別にそれほど、それはきっと菊池さんだったら何も勉強せずに英単語検定受けに行くっていうのを
面白いかなと思って、うんうん、あんまり人の商売の邪魔しても嬉しくないような気もするけど、まあトフル、アイエルツ教えてるから受けないと、うん、それは受けないとなんてある程度、うん、受けますけどね。英検もやってみたい気持ちはあるんですけど、ね、ああ英検1級そうですね、うん、何よりもやっぱり TOEIC ですよ。ああそうですね、受け方がわからないとネットでの申し込み、すごいまあこんな感じで、うん、生吉さんにこれからいろいろやってもらおうと思いますので、はい、挑戦ですね、はい、ぜひ挑戦状を送りつけてください、はいはい、知ってます、よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you very much.